直径何10メートル以上あんのミサイルって。こんなん飛んできたら終了だな。直径10メートルだ。え、今すごかったよ。なんかでっけえ戦車みたいなのに積んでたけど、10メートル以上あったよ、直径。明らかにはでかすぎでしょ。それ肉眼で余裕で見えると思う。ロケット、本当のロケットみたいな感じだったよ。坂本のマグナムとどっちが大きい？ありがとう。逆にそこを比較の対象にしてくれた。ちょっと今、ちょっと名前読んであげる。ちょ、ありがとう。なんか、今、ちょっと名前読んであげる。富士くん、ありがとう。くっそ。それちょっと嬉しいニュースだな、朝。このつまんない世の中に。こういうのね。どっちがでかいみたいな。そこ、比較の対象に僕のを選んでくれてありがとう。このマグナム坂と。比較対象に、どっちがでかいと。だから少なくとも、富士くんの中では、比べるに値する持ち主だと思ってるわけでしょ、坂本が。いや、そう、ありがとう。弾道ミサイルか、坂本のミサイルか、どっちかも、ありがとう。嬉しいこと言ってくれんじゃん。ちょい嬉しい、それは。それはちょっと嬉しい。どっちが、もう、そんなにでかいなら撃ち落としてよ。嬉しいことを言ってくれる。唯一、この、すさんだ朝のニュースの中、唯一、嬉しいニュースが、ニュースなのか何なのか。行く先々です、アラートなる。あ、それで僕切ったのかも。その、仕事してる人はさ、やっぱ、どうしても得意先とかでガンガン鳴ると、迷惑かかるかと思って空気を読んで切っちゃうんだろうな、きっと。ね。迷惑かかるんじゃないかとかさ、地下鉄とか通勤中になったらさ、とかで切っちゃうのかな。周り驚かせたら申し訳ないとかで。さて終わるか。なんだかんだいつもの時間ってやってしまった。心臓に悪いよね、音がでかすぎなんだよ。坂本マグナムの坂本マグナムも一行 AA みたいなのできたよ。坂本マグナムの一行 AA できました。坂本リボルバーマグナムもね、軌道も書いてあります。射程30センチぐらいかな。くだらねえ。マジくだらねえ。この大喜利だねえ。ここだけだぞ多分今、こんなくったらねえことやってんの。マジ日本一くだらない朝の放送の確信を持った今。マジくだらねえ。ここ終わろう。マジくだらん。日本一くだらない朝活動、どうもありがとうございました。